ワインにはこのように「優しさ輝く日本の未来」というキャッチコピーとともに小渕優子前大臣の写真が印刷されたラベルが貼られていました小渕前大臣の選挙区内に住む70代の男性によりますと今年5月小渕前大臣の地元秘書が男性の自宅を訪れ箱入りのワイン2本をお祝い品として贈りましたその時秘書は 小渕優子の代わりに来ましたと話したということですワインを渡したとされる秘書は取材に対し記憶がないと話していますワインは特注品とみられていますが製造会社のホームページによりますと1本1000円から2000円で贈答用の赤と白のセットは2600円などで販売されているということです 公職選挙法では選挙区内の有権者への利益供与を禁止しています。昨日の会見で小淵前大臣はワインについて選挙区外に何かの形で渡していると承知していると話していて、食い違いが生まれています。